方に登場していただきましょう。どうぞあ、どうぞ来てください。さあさあ、この方は一体誰のお母さんでしょう。早押しでどうぞ。あの、この中の。はい、この中です。あ、俺八方さんのお母さんかなと思って。あ、出ちゃった。誰、いいよ。梅宮達夫さん。ダチョウ倶楽部の真ん中の人、ひこちゃん。ひこちゃん正解。聞いてなかった。ひこのお母さん。真ん中の人。めちゃくちゃ頑張ってるね。これがですね、いつもテレビで応援してるんです。いくつぐらいの時の写真だったの？これね、はい、誕生からちょっと過ぎた頃。え、何が？何が？一歳ちょっとや。ちゃんと喋んなきゃ、ちゃんと。1年ちょこちょこっと歩く。成績表ですか？お、お、初めて見るよ。お、いいよいいよ、もう。中学1年の時の、これ。これ実際のやつですよね。中1の時の成績表なんですけど。ダメですよ。ねえ、はい、ダメですね。あのね、家が貧乏だから。もう、テレカさん帰ってくれ、もう。もう帰ってくれ。なんで、マシャル、映画はほんま。ほとんど2か3じゃないですか。あの、ね、はい、親の手伝いしようとして学校にもお金出さんとならんでしょ、はい、お父さん見えないでしょ、はい、自分で稼いでね、ちょこちょこちょこやって。ほら、親方。ほー、自分で稼いでね。だから成績も落ちるんですよ。まあ仕方ないですよね。お母さんでも。この間沖縄にいらっしゃったっちゅうけど、はい、みんな来たっていうことね、聞いてはいたんですけど、はい、遠いからね、はい、バス賃使ってくるなよ。お母さんもよろしく。ダチョウ倶楽部とダウンタウンどっちが好きですかね。あ、みんな好きですか。あ、そうですか。あたこよく出るんじゃないの、テレビ。何が。さあ、バカンチームに出題しましょう。いきましょう、はい、はいはい、最初はこれ。一番ギャラが安い人。フリーや。この人たちの中で。フリーやな、またうち。一番ギャラが安そうな人は誰ですかという問いに一体誰が大賞を取ったんでしょう。さあ、お書きください。どうぞ。さあ、一体誰が大賞を取ったんでしょう。意外と、お金にうるさい大阪でアンケートを取っております。ああ、お金にうるさいってどういうことなんですか。ジミちゃん結構稼いでるの知ってるからな。さあ、実勢にボードの方どうぞ。お、長江のけんちゃん、ラサール、ジミーちゃん、奥山。なんで？あの、奥山多いね。ジミーちゃん、奥山、若いからね。奥山ほら、数で言ってるから。正解VTRご覧ください。どうぞ。ジミー大西。しょうもないから。ジミー大西、吉本だから。ジミー大西、なんかギャグとかで終わらされそうやから。ジミー大西さん、テレビ出てもなんか貧乏くさいって誰か。ジミー大西。これでジミーが大賞。やっぱりそれぞれ来ました。ということは新島健さん、ダチョウ正解。ジミーさん、自殺も安い？そんな安くないでしょ。いや、めちゃくちゃ安いですよ。
あ、そう？僕、みんな万で何？みんな万でしょ？あ、そりゃそうですよね。僕、千ですもんそうほんまやわ。じゃない。はい、次の問題いきましょう。次の問題こちら。絶対人に奢らなそうな人は一体誰なんでしょう。こちらの人見てですね、奢りそうもない人。まあ簡単に言うとケチなんです。ケチでしょうね。あの、それはどこで聞いたんですか。これはジュリアナで聞いてます。ジュリアナで。ジュリアナ。さあお考えください。どうぞ。これは難しいですね。お前人に奢れへんのに。ジャンガ大将は一体誰なんでしょう。さあいいですか、皆さん書けました。ちょっと待ってください。はい、一斉にどうぞ。じゃん。田代さん番内、はい、伊予が新沼、石井さんが番内、関さんが佐本、アシさんが番内、伊予ちゃん、ケンちゃんが新沼さん、ジミーが新沼さん、アキちゃんが番内、福山が梅宮さん、赤井さんが新沼さん、セミヤさんが番内。番内すごいね。不思議ですね。嘘。番内か新沼かというね。番内新沼の戦いよな。あの伊予ちゃん、これはなぜ新沼さんなんですか。だってジュリアナ東京だから新沼さんちょっとギャップがあるかなと思う。まあ実際鳩にお金使いすぎてるみんな正解どうぞ。柳沢慎吾。みんなだけ陰謀そうだから。松尾番内。ダチョウ倶楽部。ダチョウ倶楽部。鉄尊。久本さんかな。松崎しげるさん。心なし新沼健二。西村智美さん。佐藤岡さん。ダチョウ倶楽部。梅宮達夫。新沼さん。松尾万内さん。苦しそうだから。ダチョウ倶楽部。久本雅美。西村智美。新沼健二さん。新沼健二さん。ケンちゃん正解、ジミー正解、赤井さん正解。新沼さんどうですか、これ言われて。そう、まあ僕そういう場所行きませんからね。と言いながらなぜ内ポケットに手を入れてるんですか。いやいや、ハトかなんか出した。結構ね、決まりんですよ。ただ、寿司屋とかそういうとこしか行かないから。あ、よくわからないさあ、うんこがでかそうな人は一体誰ですかという問いに、この中で大賞を取った人は一体誰なのか。さあ、お考えください。どうぞ。ちなみにジュリアナと鹿児島でアンケートを取っております。お前うんこ出ないんちゃうんか大将。誰なんですか。健康そうな人。これ大将取るのもちょっときついですね。いやー、なるほどね。さあ一斉にお出しください。どうぞ。秀樹さん、天明さん、ジミーちゃん、赤井さん、メミヤさん、秀樹さん、ジミー、天明さん、天明さん、天明さん、天明一番人気。やっぱりなんか分かるような気がする。なっちゃう。でもね、秀樹さんっていうのは、秀樹さんの場合はやっぱりこうローラー。ジュリアナと鹿児島で聞いたアンケート。松尾さんおかしい。松尾間違えてるよ。自分の味方に書いてどうすんだよ。違うんですよ。全然気付けない。なんで向こうだっつうんだよ。いや、向こうだと思ってても梅宮さんを書かざるを得なかったんですよ。いや、すいません。松本優さん。松本
伊代さん。松本伊代さん。伊代ちゃん。松本伊代。体が細い割にはあれかな。最後向井亜紀さんと笠原石井さん。橋幸夫。歌いながらも出ていそうな。松本伊代。松本伊代。西城秀樹さんでしょうか。松本伊代ですかね。向井亜紀。松本伊代。俺はでもこれ結構いくと思ったよ。人皮むけろ。細い人の意外にね。やだ、太らないのはそこから来てるの。そうかな、ね、放送しないでお願いだから。ちなみにこちらイオの名前は一人も書いてない。よかった。ということで全員はずれ。考えたらイオちゃんでかいもんね。うんこ見たことあるんだ。流れながらどこまで行く時やったんですか。流れながら。ひどい。さあ、そうちゃんがグランプリ最後の問題です。こちら。お前鼻くそ食うてんかい。鼻くそを食べてそうな人は一体。さあ、皆さんこちらの人ですね。ご覧ください。お前鼻くそ食うてんちゃうんか、こら。さあ、フリップリをかけてください。どうぞ。私よく食べるやつね。いやもう小学校の時なんてもう小説で言いましたよ。鼻くそばっか食ってるやつだね。まあこれでも鼻くそでよかったですよね。何が。クソを食べてる。お前鼻くそ食うてんちゃうんけ。さあいいですか、一斉にお呼びください。どうぞ。番内復刻復刻ですか。意外性を狙って、さん、ダチョウ、ダチョウ、サモト、コモミン、ダチョウ、サモト、番内、サモト、サモト多いね。これジミーちゃんのトモミっていうのはどういうこと。だから松尾番内さんとかやったら、番内さん、松尾番内さんとかやったら鼻くそをこうやってほじくっても、うん、とかみんなにこうやってやったりするでしょ。でもともみさんとか例えば鼻くそポッと出たら、うん、処理しようがないじゃないですか。なるほど。ほんでその時はポッて食べてしまうのじゃん。これはな、イオのフックンっていうのはどういうこと。やっぱりちょっと意外性で、うん、お前やられたからやり返せんじゃん。笑いますよ別に。あ、思ってる思ってる。フックンはどうでしょうね。フックンは踊りながらモックにつけたの。いや、つけるんだったら薬丸の方につける。久本ダチョウクラブ新沼源氏さん、松崎しげるさん。そんなような眉毛をしてるから。新沼源氏、ダチョウさん、中条かな子、久本真さん。ダチョウクラブ、ダチョウクラブ、久本恥を知らずやりそう。久本柳沢慎吾さん。柳沢慎吾。そういうことをしちゃいそうな人。柳沢さん。柳沢慎吾さん。久本雅美。そういうことで鼻くそ食うてんちゃうんだ。久本は捨てないで続いて二冠達成。喜んでる。嬉しいじゃないですか。2つもいただいて。鼻くそを食べてそうな人ってことでした。これはまあでもある意味あんま意外性はなかったですよね。ねえ、平野健ちゃん、奥山、そして天明さん正解。恥ずかしい秘密早押しクイズパート2。さあ早速いきましょう。問題です。自分につけるキャッチコピークイズということで、橋幸夫さんは優しい優しい幸夫ちゃん、キャッチコピーですね。笠原石井さんは日本で初めて家庭教師のできるコメディアン。おでは松本伊代ちゃんのキャッチコピーは何。はい、そもそもうんこがでかい女の子。これさっき
て初めて分かったよ。分かってないよとか思ってた。分かってないよ。伊地さん、ちょっと畜能な女の子。違う。地味言うてへんかな。はい、ずっと処女だから。そんなわけないやろ。ちょっと待ってよ。ピンチメーター。魂は何々よ。魂はアイドルよ。アイドルじゃない。はい、その子。魂は16歳よ。そうそう、違う。単純に、ケンちゃん。魂は歌手よ。正解。みんなもう歌手やとは思ってくれてないんじゃないかと。そういう意味もありますわね。そうですね、うん、ちっちゃい人とか中学生とか、うん、みんなきっと私歌ってるの見たことないんじゃないかなっていう感じ。それは私も同じ。続いては赤井さんの問題です。今年の春、男赤井秀和はなんと新幹線の中でですね、もう号泣してしまいました。涙をだらだら流して号泣をしてしまったことがあります。さて、赤い男赤井秀和は一体なんで泣いたのでしょうか。え、怖い夢を見た。新幹線、はい、大丈夫ですか。食べようとしたラオウをこぼしてしまった。泣けた。なるほど。ああ、近い。近い。何かを読んでたんですね。え、うん、何かを読んでたんです。え、万内ちゃん。え、何か読んでたの？はい。幕の内弁当のお品書き？何を言ったんですか。そんなので泣くな。恋愛小説読んで泣いた。うん。惜しいんですけどね。アイドルを答えていただき、はい、万内。恋愛小説が惜しい？いや、恋愛小説じゃないですね。時刻表？知ってるなーって感動してないだから。静岡がほら止まったり止まれんかったりするからね。そう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 。違うのが来てしまいました。あ、ひでぎさん、一杯のかけそばのあれを正解。これは本当に一杯のかけそば。いやね、バッと、まあ、時間潰すのに、はい、キョウスク見たら、あ、これやったら字も大きいし読みやすいし読めるかなと思って、まあつい、今年の春でしたか、読んでましたら、もう号泣してしまったという。かっこ悪いな、あんた。かっこ悪かった。おしぼり追加したね。写真クイズです。写真クイズ。じゃあもうどんどんいきますよ。一体この人は誰なんでしょう。2歳の頃です。じゃがじゃん。かわいい。ね、分かった。誰？田代さん？田代さんじゃない。けんちゃん。西村智美ちゃん。違います。分かった。西さん。中条かな子ちゃん。違います。分かった。けんちゃん。深川。違います。ちょっとほんなら次見てみましょうか。次の見てみましょうか。次は小学生です。これ分かるかな？じゃがじゃん。おいしい。智美。時代がなんとなく見える。西城秀樹さん。正解。これが秀樹さんなんですね。これが2歳の時の。ああ、そういえば。そう言われるからね。なるほどね。この方はお兄さんですか。ええ、三つ上の龍二っていう。ああ、そうですか。お兄さん違うんです。2歳の。そしてこれ小学生。小学生でシェイといえばこういう年代ですよね。そうですね。そして高校生。おお、八十分。誰なんでしょうか。早押しです。これ、ああ、幼稚園。はい、しげるちゃん。向井亜紀ちゃん。違う。あれよ、伊地さん。久本。正解。ああ、結構可愛いじゃん。めちゃくちゃ可愛かったんですよ。いやいや可愛いよね。幼稚園の皆さん、まだ歯出てないね。うん、なんでやねん。これは7歳。可愛い、可愛い。なんだよ。なんだよって、なんだよそれは。で、これが大学生の久本。あら、お、これじゃない。小林あさみ似てるってよくも出たんですよ、私は。うわ、バギーパンダ。続いて一体誰なんでしょうか。小学生です。どうぞ。あ、もう完璧わかる。完璧。しげるちゃん。ダチョウクラブだ。ほら、え、石間くん。りゅうちゃん。りゅうちゃん。りゅうちゃん正解。このまんま。あ、それ僕なんですか。一緒や。聞いてないな、お前持ってきたんだろ、お前。中学生
生の時のリュウちゃん。まともじゃないですか。でもちょっと、いじめられっ子っぽいですよね。この時はね、ね。もういいよ。最後の問題。ダウンタウンの秘密を解散。答えていただきましょう。いいですか。まず第1問は私のクイズです。あなたのクイズ。はい。私浜田雅俊は中学生の頃ある有名女性芸能人と一緒に生活をしている夢を見ました。びっくりした。びっくりした。正解だ。正解だと思って。どっち中学生やろうね。その夢の中で私はその方とちょっとエッチなことをしてしまったのです。朝起きてみるとなんとびっくり無精をしてしまっていたのです。さあ、それで問題。夢の中で私を生かせた有名人生女性芸能人といったら誰。よっくん。浅田美代子さん。違う。いいよ。松坂慶子さん。違う。赤井さん。森まさこ。ダメダメ。もう島倉千代子さん。違う。あきちゃん。石川さゆりさん。違う。番内。え、あと誰。坂本冬美さん。違う。中学生やん。違う。大丈夫。八代亜紀。正解。全然少ないわ。俺も八代亜紀さん。いや、実はね、八代亜紀とやってる意味みたいな。さあ、次の問題。いや、さあ続いてはマッキャンクイズ。さあこれも早押しで進んでいきましょう。まずはこの方に登場していただきましょう。どうぞ。いや、どうもどうも。お久しぶりです。お久しぶりです。昔来たなかったのに。やかましいな。どうしたんですか。久しぶりに会うのにこんな格好で。兄弟のツーショットなんて初めてじゃないですかね。本当に。まあ行きましょう、はい。私の相方松本人志くんがまだ小学校2年生で可愛らしい少年だった頃ですね。楽しみにしていた遠足が朝から大雨になってしまいました。中止になってしまいました。そこで松本少年はあまりのショックにある行動を取りました。そのある行動とは一体どんなことでしょう。さあ、どうぞ。お兄ちゃんをテレテレ坊主にして吊るした。バナイ。あのバスにうんこをした。いや、腹痛い。腹痛い。腹痛い。はい、中条。はい、花子。自分がてるてる坊主になって外に出た。けんちゃん。雨に向かって、うん、雨のバカ野郎って言った。おぉ、正解。もう、これはもう、正解にしておきましょう。これは、商人としておじさん、今日来てますからね。どういう状況で、どういうようなことを言ったんでしょうか。あのですね、はい、雨がちょっとだいぶ楽しみにしてたそうで、そうですね、雨がざんざん降ったんで、はい、急に靴も履かずに、はい、表へ飛び出して、はい、下がジュクジュクなんですけど、はい、空に向かって、このボケ降りてこいって言ったんですよ。何に降りてこいって言うのかなと思ったんですよ。誰に言ったの。いや、僕には何かが見えたんですよ。こんなボケ降りてこいって。いや、俺記憶ないよね。いや、兄貴はだからそれ思う。いや、変なやつやなっていうのが。いや、そりゃそうでしょ。降りてこいはないやろ。このボケ降りてこい。まあ、だからまあ、ケンちゃん正解にしましょう。来てますからですね、私もいろいろエピソードをこっち聞いてますんでね。 アダルトビデオの話ってのがあるんですけど、これはどういうことなんですか。僕の一番青春の思い出の大切なビデオだったんですけど、はい、そのちょっとエッチビデオですか。アダルトビデオ で一番クライマックスの一番いいところで NHK が入っちゃってるんですよね。おかし
しいじゃないですか、ずーっとなんかやらしいとこがあって、こっからがごっつい気持ちいいとこやぞ、一番もう良くなるところですわ。そこに急に NHK が入っている。そう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 、はい、でよくその時間帯を NHK やから番組を見ると、はい、僕がちょうど何月何日の帰って、はい、戸を開けた瞬間だったから、あ、こいつ人のビデオを出して見てたんやなと。なるほど、だから兄貴が帰ってないのを見計らって、この松本人志はエッチビデオ、兄貴のエッチビデオを見てたんですよ、うん、そうです。ほんでカーやってる時にガタンって言うから、消さなあかんって停止ボタンの代わりに録画ボタンを押して、ほんで横の家へ逃げ込んだわけですね。今でもそのビデオ持ってるんですけど、ね、あ、まだそっから。ということは私はあれですね、フィニッシュは NHK やこれは逆にお兄さんにこう確認したいんですけど、松本君がよく言ってるんですよ、兄貴がね、熱出した時があって、そうそうそう、ほんでもううんをうなされてると、そうそうそう、ほんなら急に夜中にその熱出してうなされてる兄貴が急に夜中にそうよ、じゃあ俺立ち上がって隣に寝てたんよ、うん、夜中の4時か5時ぐらいに、うん、このでかい男がやるんですよ、ブワッと起き出して何言うんかなと思ったら、ウインナーそのウインナーは何なんかなと思って僕朝まで寝れなかったんですよ、未だにわからないこれはまあ当然覚えてないですよね、あんまりね、はっきり覚えてないんですけどね、まあ、家が貧乏でしたから、まあ、焼肉の代わりにウインナーしかなかったからって言うとうちの親父が怒るんだから、ね、そうそうそう、でももう帰れやということで、おじさんどうも本当ありがとうございました。以上、ダウンタウンウイカさんでした。ぴょーさあ、長い長い戦いが今終わりました。そうですね。結果発表したいと思います。うん、結果、23対22で、ヤンチーム勝ち。勝ちましたイアンチームは、チーム賞賞金110万円用意させていただきましたんで、1人10万円ずつ、そうです、ちょうど10万。この番組はどういう番組ですか？え？ほんなら俺一応こっちのチームリーダーじゃないのか。だから最初に関係ない言うてんの。何チームだ。え？僕は何や？ダウンタウンやないの。イアンチームには関係ない。ということでございまして、イアンチームの皆さんおめでとうございました。